オケってボタンがあるぞ、知らなかったぞ、なんだこれ、ちょっと試しに1回だけ押させてくれ。マジ？これカラオケ歌えるの今？本当に心の底から知らなかったんですけど、知って、マジ？すぐ消せたりするんだったら一曲歌ってみたい。チューニング終わってからにしよっと。オープニングソングね、今日はサンサーラしか歌いませんの日だったんですけど、今スタートボタンを、ライブスタートボタンを押したらカラオケっていうボタンを見つけてしまいました。カラオケってボタンを見つけてしまいました。2回言った大事なことだから、思わず大事なことは、寂しいからミラーボールちょっと出しましたけど、ねえ、こんばんは、ようこそ、ひゃ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 、ね、カラオケのボタン、ちょっと私が近づきすぎてハートミーがはみ出ましたけどもね、ね、知ってた？カラオケっていうボタンがあったの。はい、とりあえず一回挨拶しとこう。こんばんは、ようこそ。いやー、なんだかミラーボールで目立っちゃうよ。ね、知ってた？マジで。あれ？なくなった？なくなったった？あった。ちょっと試しにどうなるかさ、一回やってみていい？追加っていうボタンがあるから、一番上に今世界に一つだけの花っていう曲があるので、ちょっと、え？聞こえる？
の声を聞く。あ、いや、自分の声を聞くっていうボタンがあったからモニターができるんだ。で、ちょっとさ、ありがとうよっち。ちょっとさ、激しくない？今日のミラーボールが、一回ミラーボールやめようぜ。一回ミラーボールじゃないようにしようぜ。ちょっと待って。今日のミラーボールが、一回ミラーボールやめようぜ。一回ミラーボールじゃないようにしようぜ。ちょっと待って。じゃあこれをやめたい。このこれでいいか。はい。普通のになった。もうすごい人いなくなった。ねえねえ、カラオケっていうボタンがあったの知ってた？あ、ありがとうバーディー。いや、ちょっとみんなが来てくれてオープニングソングをお届けしようと思ってたのなんだけど、カラオケっていうボタンがあって、え、これいつから気づかなかったな。ヒロこんばんは、こっちこんばんは、よっちこんばんは、はい、はるかこんばんは、ようこそ、ライこんばんは、よっち知らなかった、うん、知らなかった、すげーとか言って声がちっちゃい、すげーだった、すげーしてた、いや、うんうん、ちゃんと歌詞も出る、うん、だ歌詞がただね超ちっちゃい、もうお姉さん、お姉さん向きじゃない、全くお姉さん向きじゃないね。キーは変えられた、変えなかったけど、うん、バディこんばんは、ようこそ、いや、え、ちょっとさ一回試しにさ、もう一回、もう一曲カラオケやらせてくれ、もう一曲カラオケやらせてくれ、2回言った、大事なことだからもう一曲やらして、でさ、あれしたい、あの自分の声を聞くってボタンをチェックしてやってみたい。これ上の方にもう出てるやつにしよう、もうあんまりさ白日歌いたいけど一人じゃ大変だから、ちょっと試しにさ、あんまり上手じゃない、全然上手じゃない、全然上手じゃない。Thank you.
ということで、はい、音量上げたけどあまり変わらなかったかな、ね、オープニングソングを2曲ね歌ってみました。さあということで、はい、皆さんこんばんは、ようこそお越しくださいました。昨日は、はい、みんなこんばんは。昨日は素顔だけを永遠に歌うという夜を、過ごしたのにもかかわらず、素晴らしい勇者たちが残り、長く一緒に共に時を過ごしてくれたことを心から感謝申し上げます。 Thank you. Thank you very much. そして今夜は、あ、これ裸じゃないよこういう色のズボンだから、こういう色のズボン履いてるだけだから、ね、こう裸じゃないよ、ね、ベージュの服着てると大体裸って私言わせていただいてます、ね、忘れちゃった、ピアン。風が冷たくなって冬の庭日がした、強がりばかりなんて。あ、そう、この曲をね昨日は一生懸命やりましたね。夜の顔を鏡で映せばなんて悲しい顔なの、強がりばかりで素直になれないなんて悲しい顔なの。当てたな。こんな私のどこが好きなの、なぜにそんなに優しいの、私がかわいそうに見えるから、それとも懐かしく思えたから。よう練習ですね。気まぐれだったらやめてちょうだい、本気で好きになりそうだから、あなたの前では綺麗でいたいし、可愛い女でいたいの。厚化粧は嫌いでしょ、でも今の私、昔の私じゃないから、ああ。はい、これが昨日練習したところですね。懐かしいね、素顔長物、よし君ありがとう、はい、素晴らしい。いやちょっと怪しいとこ、もりもり盛りだくさん、もりもり盛りのすけだとね、コインちょっともらっちゃおう。いや宝箱ゲットだぞ、1枚ゲットありがとうよっち、テキュ。ちょっと私なんか頭今日でかい人みたいになってない大丈夫。ということで昨日はこの曲を永遠歌っておりました。はい、そして今夜トク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 テン、この曲は本当の意味で寂しか知らないのです。おっと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 、広告が流れたです。今日は、はい、あの名曲をだけを歌います。永遠な、お、来た来た来た、めっちゃピアノ、え、キーなんだろうな、
違うか。G。キー、G。キー、G？ 本当？ああ、これだとめっちゃ、これ竹原ピストルさんのキーだったな。今聞いたのは、でもこっちの人の方が中さんだっけ、読み方合ってます？あの沖縄のアーティストさんですね。この人のキーの方が良さそうだな。出てくるかしら。そっか、これで一回今キーが E になってる。あ、でもキー E は E ですよなんか笑っちゃう。キーは E は E ですよ。生きてる生きて、あ、転調するからか。そのうつつだけがここにある。ここまでしか知らないですよ川の流れはから、この先ね、気合わせとくか。この人、あ、竹原ピストルさんのバージョンないかな。サンサーラね、ないか。いや、もう本当に私このさ、サンサーラが好きで、サンサーラが好きでっていうか、あれですね、ザ・ノンフィクションが大好きで、やっぱ名作のね、あのしっくりくる生き方っていうあの回があったんですけど、でここに出てくる方がもう本当にすごくなんか生きてるっていう感じ、ちゃんと生きてる。すごくさ、旗から見るとすごい大変な人生を、壮絶な人生を送っている感じなんだけど、でもそれでもなんかすごく生きてる感じが良くて素敵で、すごく素敵で、で私 SNS からコンタクト取ってやり取りをさせていただいたりしたことがあります。本当にね、いいんですよ、とってもいいんですよ。竹原ピストルさんバージョンないな。あ、これか。おっと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 、 CM が流れちゃう。はい、みんなヤッホー、ようこそ。ここにある生きることはさあ、またバンされちゃうかもまたっつって、流れば。いや、癖が強い ちょっと待て待て、癖が強いぞ、癖が。ステイドリーム、ごめんなさい。今日はですね、サンサーラだけを歌いますね。ちょっとさ、あ、中島みゆき、糸しか歌わない日も近々ありますから、楽しみにしてください。癖が強くてメロがちょっと読み取れなかった。中さんの方が聞きやすかったかもしれない。
回中さんの方のキーで覚えたら一回。流れば時を超えてゆく、時は流れ人を超えてく、遥か昔に誰かが見た夢、僕たちに宿り明日へ向かう。ちょっとここまで一回キーを合わせようかな。そんなにコード難しくないんだ。ありがて、ありがて、ありがて。ちゃん待って。固まってしまった。ちょっと待って、iPad が固まっちゃった。固まっちゃった。固まっちゃった、固まっちゃった、固まっちゃった。だから竹原ピストルさん E になってるけど、とりあえず E まで上げてみる。うん、これちょっと見づらいか。流れば時を越え、時を越えてゆく、遥か昔に、あ、分かんないな、もう一回。川の流れば時、時を越えて、あ、川の流、川の流、流れば、あ、時の流れば、ステイだった。川の流れば時を越えてゆくだと思う。いかが？川の流れば
越えてゆく時は流れゆき人を越えてく。あ、難しいな。川の流れは時を越えてゆく時は流れゆき人。人を越えてゆく時は流れゆき。あ、ちゃ、ここのメロちゃん全然ちゃうな。流れは時を越えてゆく時は流れゆき人を越えてく人を越えてく人を越え人を越えてく人を越えてくさん。はい、人を越えてく覚えた、うん、時川の流れは時を越えてゆく時は流れゆき人を越えてゆくちょっと分かんない、ちょっと誰は時を越えてゆく時は流れゆき人を越えてく人を越えてく。時は流れゆき人を越えてく。言えた。遥か昔に誰かが見た夢僕たちに宿り、あ、僕たちに宿り明日へ。絶対違うと思う。遥か昔に誰かが見た夢僕たちに宿り明日へ向かう。明日へ向かうだった。遅れました。いいよ、こんばんは。ヨッチの頑張るマン超可愛くない？マジでありがとう。頑張るマンだよ。今日はサンサーラしか歌わないけど大丈夫皆さんなんだっけ。時は遥か昔に誰かが見た夢僕たちに宿り明日へ。あ、覚えられない。なんで？越えてく遥か昔に誰かが見た夢宿り明日へ向かう。遥か昔に誰かが見た夢僕たちに宿り明日。なんで覚えられないんだ。明日宿り明日へ向かう。もうちょっと上がるってことだよね。僕たちに宿り明日へ向かう。足じゃなくて明日たのとこで明日へ向かう。戸惑うって上がるんですね。うわ、これちょっと今日無理じゃない？マジでひろこが諦めようとしたその時だったちょっと分かんない。何もないのに見切り発車しちゃった。ごめんなさい。
わ、 A メロだけでこんな難しいんだからさ。ゆっち頑張るまんちゃん、ありがとう。頑張る、頑張る、ひろこ、頑張る、ひろこ。このケッケッケって笑い方マジでやめた方がいいと思うんだけど、いかが。はい、すいません、一旦ここまでいくから。川の流れは時を越えてゆく、時は流れゆき、時は流れゆき、人この音。時は流れゆき、人を越えてゆく。違う、全然違う。人を越えてゆく、全然違う。おい、ひろこ、どうした？そこじゃないし。流れゆき、人を越えてく。なんでこんな簡単なメロがね、出てこないんですかね。川の流れは時を越えてゆく、時は流れゆき、人を越えてく時は流れゆき、人を越えてく。あ、今日ダメかも、入んない日だね。こんなに入らない日ないよね。ね、ご覧いただいている皆様、私が結構メロが早めに入るはずのアタッチが全然入んない、そんな日もあるよね。あるね。え、うんうん、ね、もうちょっといつもなら入るよね。チャチャチャラララララ、ここだけだったら大変だけどな。チャチャララチャラチャ、ひとほほほほほ、あ、今一瞬いけたじゃん。川の流れは時は越えてゆく、時は流れゆき、人を越えてく。今行けた。遥か昔に誰かが見た夢、僕たちに宿り明日へ向かう。今行けた。グッジョブ、ありがとうございました。でも今日はすっごい入りにくい日なんだわ。どうしたんだろう、暑いからじゃない。あと裸みたいなズボン履いてるからかな。ダニチこんばんは、ようこそ。ね、甘いものを食べるんだ、ほんとそうね。今ないからとりあえずちょっとほんのり大人のジュース飲んでいいですかね。ちょっとこれはもう一回 A メロ、サビから A メロ歌って今日は覚えるって、新しいこと入れるのは今夜やめようね。あんまりやってもさ、ひろこがいじめてどうするんだ。ということで
一回乾杯一回乾杯、前祝い。あ、うま、うま、薄めのやつ、うま。これ裸じゃないからね、何回定期的に言うから、これ裸じゃないよ、これ裸じゃないからね。だからということで、あのサビから頭、サビ始まりだからサビから行くから一回で、Aメロが歌えたら一回拍手してもらっていいですかね。でどっちみち、ほら今日ほら朝から結構忙しかったからね。OK。 どこの歌、音取れねっす、音取れねっす。サビは G なのか途中転調するんだな、おみゃ。じゃあピアノじゃない方がいいべ、私は転調に苦手だもの、ピアノは。そうしよう。生きている、そのうつつだけがここにある。生きることはサンサラ、コードチェンジが怪しい。川の流れは時を越えてゆく、時は流れゆき、人を越えてく。入ったっぽい。遥か昔に誰かが見た夢、僕たちに宿り明日へ向かう。入ったっぽい。いいよ、いい記憶で置いとこう。あのもう今日入んないからやめるっていう途中のなんかネガティブバッド状態でストップかけるより早かったってか早かったパチパチそうだよ本当ね。ちょ拍手の練習してた拍手の練習がちょっと早かった。そうね、もう一回いいよ今日は早いよ気が。おいもうここにいたらもうヨッチを右に置いてオーチンを左に置いて、おいおい早いよってやってっからはい、よかったです、うん、いいよ、いいんだよ、いいんだよ。はい、バディもありがとう、ね、なんで拍手の手の色が違うの、すごい。バディもありがとう、ね、バディもバディは前にいて、うううううつって原監督みたいな感じのやっちゃうから、って結構分かってくれないですね。お笑いコンビいいじゃん、4人で笑いコンビ、すごい。そのうちさ、超なんだっけ、超新塾だっけみたいな感じで大所帯のお笑いコンビができるかもね。でそこにもぐもぐがいたり、ヘボスケがいたり、みんないて、あの気づいたらドリフみたいな感じ、ね、楽しいんじゃないでしょうか。はい、どなたかのコメントがフィルターされてブロックされたようです。はいあ、面白かった、ありがとうございました。さあということで、今日はサンサーラだけ歌うと言ったけれども、私が早々に諦めましたので、ここからは、ここからは、これ今超ヤンキー座りしてるんですけど、ここからは何か歌おう、ここからは何か歌おう、ここからも何か歌おう、ここからも何か歌おう。サンサラ、まあ明日から午前中は音楽の時間でってちょっと決めることに
したのでやることにしたので、明日やれる、明日もやれる。いやー、こんなに入んない日があるんだね。面白い。もちろんね。今日もひろちゃんかわいい、ありがとう。もぐ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 はこの状態でこう突っ込んであげましょうね。すごい痛いと思う。喉とか、あの人の中心は大事なものがいっぱいありますからね。喉とかぶっ詰めてぶっ詰めるって分からない、分かるかい、ぶっ詰めだからねっつって。今日仕事先の方が、なんだ怒っちゃったって言ってて、怒っちゃったって皆さん意味分かります？栃木の人も結構いるのかな。あ、怒っちゃったってさそれ栃木弁ですよって言って、めっちゃ歌いたい曲がある。この曲すごい好きなんだけどな。よいしょ。あったあった。低い。一回カバーやってますね、これはね。広告が邪魔だわ。でよく今この瞬間も咲いて、あれ音取れない。誰を生きようかな。え、こんな低い？本当？あ、そうだよね。三カポでこれだもんね。音が取れないよ。何ができるのだろうか、誰を生きようかな。みんなが叶い、みんなと会いしわしわにしおれた花束小脇に抱えて、永遠に変わらぬ輝き探してた。僕らを信じてみた、僕らを感じてた。探しに行くよ、内なる花を。よし、思う存分自分が歌いたい歌を歌ったぞ。おう、ヨッチーがまた100コインゲットした、ありがとうございます。また、リクエスト曲があればね、教えてください。ヨッチーがリクエストする前に、ヨッチーがリクエストしそうな曲を歌って、何をリクエストしたらいいかわからなくさせてしまおうというやつをやってみたいと思います。昨日が安らぎだったから多分今日はね、この曲聴きたいんじゃないかなと思うやつを言われる前に先にやるから、これ絶対、これ今日は絶対これだと思う。どうや、誰にも見つからないように小さな車の中
で朝が来るまで話したり何度も何度もキスしたりしてさ、だけどもうお別れだね、見えなくなるまで手を振るよ、二人愛した場所に罪はない、罪はないだから私だけ忘れて、好きだから私だけ忘れて、好きなとこの数より嫌いな数の顔多い、なのに涙がほろり、私私君が好きなんだ、数えきれない喧嘩とか、数えきれない涙とかキスとか、これでもうお別れだね、触れたぬくもりは消えてく、二人愛したことに嘘はない、嘘はないだから私だけ忘れて、好きだから私だけ私だけ私だけ忘れて、これでもうお別れだね、見えなくなるまで手を振るよ、二人愛したことに罪はない、罪はないだから、私だけ忘れて、私は何をリクエストしたかな、見てみよう。あ、してない。あれ、してなかった。はい、ヘボスケ、ありがとう。元気を出してありがとう。わお。コインを投げてくれさ、ありがとう。はい、宝箱、私もポチっちゃおうと。いや。コイン2枚ゲットしました。ありがとう。暑いね、しかしさ。
どっちのリクエスト曲を歌って今日は終わりにしようかな。大事なこと。 OK Thank you。 じゃあそれを歌って今日は終わりにしたいと思います。サブスク限定のあれ配信はこれを歌って、あ、そうね、そうしようかな。いや今日はこのまま終わろうかな。お、大事なことで、大事なことってすごい大事なことだからどういうこと？そうさせていただきます。明日はまだからさ、本当に練習した方がいいんだよ。ひろこ水曜日なんだっけ、仕事早いんだっけ。そっか、まあでもそうね、ちょっと続けてみようかな。明日も同じぐらい8時半ぐらいからやってみたいと思います。そんなに長い時間やれないかもしれないけど、一応明日もつないでみますね。無理なくお付き合いください。時を超えて、ちょっと雰囲気出したい。なんかこれ雰囲気出てきた。時を超えて出会えたのなら、神様に感謝しなくちゃ。私が持ってる言葉じゃ足りないけれど、あなたにあなたにあなたに伝えたいんだ。あなたがそう教えてくれた。私はあなたでできてる。あなたは素晴らしい人。あなたはスペシャルな人。あなたは美しい人。あなたは可愛い人。大事なことはあなたがあなたらしくいること。あなたが幸せでいること。大事なことはあなたがそう教えてくれた。私はあなたでできてる。大事なことはあなたと笑うこと。あなたとこの世界に生きてること。
ことは全てあなたが教えてくれたこと。おーおーおー、大事なことはあなたがそう教えてくれた。私はあなたでできてる。私はあなたでできてる。私はあなたでそうできている。ありがとうございました。大事なことお送りしました。大事なことだけを綴ったやつだよ。ありがとう、もぐもぐがあのコメントにピンに刺してくれてたのね。ありがとう、はい、大事なことだけを歌いました。さあということで、今夜もサンサーラお付き合いいただいてありがとうございました。ちょっと最後にさ、もう一回ラストサンサーラして。ラストサンサーラって何？ラスさん行こう。ラスさんいけてるかで、ラスさんギターでさっき弾いた後だし ね、そうね、ここにある。生きることはサンサーラ、川の流れは時を越えてゆく。時は流れゆく、人を超えてく。遥か昔に誰かが見た夢、僕たちに宿り明日へ向かう。ありがとうございました。それじゃあまた明日8時半くらいにお会いしましょうね。おやすみなさい。バイバイチョーン。バイバチョン、バイバチョン、バイバチョン、バイバチョン。